はい、こんにちは。今回は音階練習、ドレミ3です。ドレミの 1がノーマルな弾き方ですね。で、ドレミの2が、3弦と4弦を使いました。はい、今度はドレミの3。これは、3弦、2弦、1弦を使うのですが、人差し指が2フレットに、来て、レからミーファ、ソーラ、シドと人差し指、薬指、中指、小指、全部使って弾く練習です。オープンコード、オープンな音がない、オープントーンですね。要するに開放弦で弾く音がないバージョンです。はい、これをやってみますよ。はい、はい、これウクレレですね。ド、低いド、これはこれしかないです。はい、レ。人差し指で、3弦の2フレットレ。はい、3弦の4フレット、薬指でファ。3弦の5フレット、小指でファ。はい、2弦の3フレットを中指でソ。ラは、2弦の5フレット、小指でラ。はい、シが1弦の2フレット、人差し指でシ。はい、ドが3フレット、中指でド。ド、シ、ラ、ソ、ファ、ミ、レ、ド。はい、これを覚えましょう。開放弦は、こう一番低いドの音だけです。あとは全部指で押さえて出しますね。ドレミ、このミは2弦の開放弦のミと同じミですね。はい、はい、ファ、これは2弦の1フレットと同じ音です。ファ。はい、ソ、ラ、ラは1弦のラ、開放弦とここです。5フレット、2弦5フレット同じですね。で、シ、ド、ド、シ、ラ、ソ、ファ、ミ、レ、ド。はい、これをやってみましょう。